AIG 女子オープン、全英女子オープン最終日。72ホールを終えて一打足りずにプレイオフに残れなかった渋野日な子が、テレビのインタビューのさなか、完全にこなせなかったと反省していた。微笑する瞳が涙で潤み、思わず泣き出しそうだった。それを見た瞬間、 美しい敗北の涙だと私はかんなかし、思わずメモを取っていた。ギャラリーの声援が耳に入ると、ボギーの後でもパッと振り向いて笑いかける姿は、これまで私が知る限りでは、男子選手のアーノルド・パーマー以来である。なかなかできるものは出ない。心の中は、鎖。容姿。 倍返しだと立ち直そうとする刹那の声援である一般には無表情で受け止めてうなずくのが精一杯の犯行だが彼女は声ある時に振り向き白い歯を見せて答えていた笑顔の中の強気な姿勢が彼女の持ち味だ最も感動したのはスコアが伸びなかったにもかかわらず終了後 トープサイドでサインを求める40人ほどの子供たち、一人一人のキャップや手帳にサインをし、サンキューと笑いながら返したり、スマホでの写真撮影に応じたりしていたことだ。もれなく全員にサインをすると、そのまま練習場に入り、打ち込みをしていた。第2ラウンド目の渋野ひな子は、 低いノーコックのトップから右肘を右脇に刺すようにして、ドライバーではアッパーフローだ。アイアンとユーティリティではスイープショットしていた。しかし、腰の開きが早めになると、プッシュして打つやバンカーにつかまり、苦戦していた。ところが、第3ラウンド目からは両手の返しがマッチして、 見事に復調。最終日は、広いスタンスから低いボールをジバンカーに一発入ったものの、満点に近いショットで回復していた。私は過去2回、ミュアフィールド英国スコットランドで男子の全英オープンを現地取材してきたが、他よりもタフなコースだけに、女性は アンダーパーでは回れないだろうと苦言してきた。しかし、大会はアマチュアの白 T を使ったおかげで、2桁アンダーのスコアを出した。心の隙、渋野日向子の最終日は、3年前に優勝を争った同僚プレイヤーのアシュリー・ブハイと最終組で回る。スタート時点で14アンダーのブハイに9アンダーの渋野日向子では、 勝負が見えていた。ブハイには3年前に渋野日向子に負けたリベンジがある。前回と違い。フラットなスイングで黙々とグリーンを攻めた。小打差もあれば。崩れない限りは。振り払って逃げ切り優勝に思えた。ブハイはリードしていても黙々と攻めるゴルフに徹していた。3年前とは。 そこが違っていた。一方の部の日向子には、どこかにかすかな同情心があっただろう。前回のお返しに花を持たせてあげたいという心の隙が、全くなかったと言ったら嘘になる。しかし最終日の部の日向子は、バンカーを避けて完全なプレーに徹することで、お礼を求めていたことだろう。 それは優勝というご褒美である。渋野日な子は14番のダブルボギーでブハイと小傘と開くが15番でブハイがトリプルボギーを叩き再びチャンスが来る17番では2オンに成功イーグルパッドで勝負に出たがショートしてしまったこの17番の勝負パッドのミスが許せなかったことだろう ブハイとのペアリングでなかったら、ブハイとのペアリングでなかったら、こんなミスパッドは起こり得なかっただろう。前の組でプレーする谷里志、チョン・インジのように、マイペースで完璧なショットとパットを楽しんでいたはずだ。スコアも15から16アンダーは出せだろう。その点、渋野ひな子の不運は、3年前に勝ったブハイと、 ラスト組でプレーすることだった。完全にプレーをこなせなかったことが敗因だった。しかし、世界中のゴルファーを楽しませてくれた。一打差でプレーオフに加われなかった渋野日向子は、谷里氏と部配のプレーオフを見届けている。部配が4ホール目のパーパットを沈めて優勝すると、今度は、 渋野日向子が部配に抱き寄って優勝を称え返した。美しい感動のシーンだった。9年前。私がホームステイして。早朝。息子のアレキサンダー君の車でコース水りしたエンジンバラのゴールドさんの家では。きっと渋野日向子の美しい涙。美しい敗北の話題で花が咲いたことだろう。 早瀬俊之作家。ゴルフ評論家。1940、昭和15年。長崎県生まれ。1963、昭和38年。鹿児島大卒。著書に、石原漢字満州再び。敗戦。されど生きよ。タイガー森と呼ばれた男、以上。 扶養書房出版。石原幹爾が見た。2.26。三仁社 nf 文庫などがある。デイリー新潮編集部。 子が使った PLD ミルドに前衛女子直後から注文殺到。パター売り上げランキング最新のパターランキングで注目したいのは5位に入ったピンの PLD ミルド4月に発売されたこのパターは8月に入ってからランキングが5位まで急浮上その理由は2週間前のメジャー AIG 女子オープン全英で3位に入った渋野ひな子が PLD ミルド DS72 のパターンを使ったことが影響したようだその状況について PGA ツアースーパーストアイルマ店の宮原慎吾さんに話を聞いたこのパターンは価格が6万円と高価格帯だったので4月の発売直後はちょこちょこ売れているなという感じでしたが 前衛女子オープンの翌日から急に、PLD ありますかシダできますかという問い合わせが増えました。私も試合中継を見ていましたが、あれだけ、渋野ひな子選手がポコポコ入れていると欲しくなりますよね。過去荒い実は、渋野ひな子は。7月のメジャー、アムンディエビアンチャンピオンシップから、 PLD ミルド DS72 を使っていたが優勝争いをした AIG 女子オープンでそれが一気に広まったようだもちろん問い合わせが多いのは渋野日向子選手が使っていたマレット型の PLD ミルド DS72 です渋野日向子選手はピン型パターのイメージが強かったのでマレット型というのもインパクトがあったと思いますすでに 米ツアーでは、ビクトル・ホブラン、ノルウェーなどトップ選手たちが、PLD ・ミルドシリーズを使っているが、今後、渋野ひな子が、PLD ・ミルド DS72 で活躍すれば、さらに、売り上げを伸ばしていくだろう。パター売り上げランキングトップ31位、テイラーメイド TP、コレクション・ハイドロブラストシリーズ2位、オデッセイ・ホワイト・ホット・オジーシリーズ3位、 テイラーメイドスパイダー GT トラスシリーズ